よっ、勇者。やあ、キリト。そうだ、少し時間いいかい？久しぶりにキリトと立ち合いをしてみたいんだ。お願いできるかな？もちろん、こっちがお願いしたいくらいさ。ありがとう、キリト。それじゃあ行こうか。よし、それじゃ早速。ん？誰かいるのか？あれはアリスじゃないか。型の練習をしてるみたい。相変わらず無駄のない動きだな。あの速さの大振りを正確に放てるのもうなずけるよ。うん、そうだね。ユージよ、何か気になることでもあるのか？あ、いや、気になるというか、未だにアリスが聖豪騎士であることを飲み込めていなくてさ。ユージは、小さい頃のアリスはいつも明るくて元気でね、常に村のことを考えてるような誰にでも優しい女の子だった。ああ、お前はいつもそう聞かせてくれたよ。好奇心旺盛な無邪気で可愛い幼馴染だってな。可愛いなんて恥ずかしいこと言ったっけ？あ、いや、そうじゃなくて、今の凛々しい姿を、誇り高い騎士様としてのアリスを受け入れられないんだ。僕は聖豪騎士アリスを一人の人間として認識してるけれど、今でも彼女の言動に戸惑ってしまうことがあるんだよ。そうか、そうだよな。だってお前はアリスを救うつもりで。おや、キリトに友情ではないですか？ああ、アリス、ごめん、邪魔しちゃったか？いえ、一息ついたところですから問題ありません。二人も稽古ですか？なあ、友情と立ち合いをしようって話になってさ。アリスが一人で集中したいんなら場所を変えるけど。いえ、そうではなく、その立ち合い私も一緒にというわけにはいきませんか？いいぜ。そしたら最初は誰と誰でやるんだ？ですからキリト、二人同時で構いませんと言っているのです。言うじゃないか、アリス。よし、その勝負受けて立つ。思い返せば雲上庭園の時の決着もついてないしな。今回はお互い木剣しか持っていませんから、武装完全支配術なしの純粋な剣技での勝負ですか？構わないさ、そっちの方が分かりやすいしな。行くぜ、友情。聖豪騎士様に一泡吹かせてやろうぜ。ごめん、キリト、アリス。僕は戦えない。ただの練習だと分かっていても、僕はアリスに剣を向けることはできないよ。友情、何を言っているのですか？こんなことをアリスに言うのは間違ってると思うけど、僕はアリス・ツーベルクの体が傷つくのが嫌なんだ。君の強さを疑ってるわけじゃないけど、聖豪騎士アリスにも戦いに出てほしくないと思ってるんだよ。ユージを、私はいつか必ずこの体をアリス・ツーベルクに返します。その気持ちに偽りはありません。ですが私は聖豪騎士、この身を危険にさらしてでも民を守る義務があるのです。ごめん、わがままだってことは分かってるんだ。それでも僕の考えは変わらない。聞くところによると、ユージよ、あなたの剣の師はキリトだとか。ああ、そうだけど、それがどうしたの？ならば、私にとってのおじさまがそうであるように、あなたにとってのキリトは最強の剣士であると考えてよいでしょうか？うん、それが何なのさ。ではキリト、構えなさい。アリス、まさか？ええ、そのまさかです。アリス・ツーベルクへこの体を無事に返すという誓い、
キリトへの勝利をもって証明しましょう。いざ尋常に参る。我が前に立ち塞がる。同じ勃剣のはずなのに重い。強い。ごめんよ、僕が間違ってた。ユージを、僕は知らないうちに幼なじみのアリスと君を重ねてしまって、君自身のことを見られていなかった。心のどこかで君の強さを疑ってしまっていたんだ。いつかその体に消えない傷を作ってしまうんじゃないかって。やはりそうだったのですね。ですがその疑いも今回の勝利で晴れたはず。私の誓いもこれで信じてもらえますね。ああ、君は正合騎士で僕なんかが心配する必要ないくらい強いんだ。だからアリス・ツーベルクの体が傷つくのが嫌だからって、それを理由にアリスに戦うなとはもう言わないよ。言いたい文句はたくさんあるけど、ひとまずわだかまりは解けたみたいだし、今は黙っておこう。